振り出しの方に戻ってきた感じですよ。東郷大寺階段位ね、千住観音橋と、ね、三田法要後。今日は大丈夫でしょう。ってことで行ってみましょう。調査費用600円ね。はい。ね、ちょっとじゃあお参りさせて、ね、拝観させていただきましょう。まあまあ、の段差ですね。はじめ、山ですが、仕方ありませんけど。はい、ということでね、お参りもさせていただきました。ああ、立派な像でした。ね、その、大きさ、きさって言ったらね、その、ね、ナイト大事ですから、大仏さんというね、とんでもなくね、大きいものがね、ございますけど、でもね、なんか、彫刻とかの造形がね、非常にね、素晴らしい。これはもう見るかけある。ね、間違いなく、素晴らしい。撮影がね、NG だったんでね、こちらの方、ちょっと撮影、写真とかありませんけど、ね、ぜひね、一度ご覧いただいたらいいんじゃないかなと思います。ね、軽く解説をね、ここにね、この写真をね、見る分にはいいと思いますけど、これね、結構ね、この写真だとね、ね、この正面からのあれですけど、結構横からとかもね、いろいろとね、見れるようになってますんでね、結構ね、立体的なね、その、細かい造形とかがね、すごくね、しっかりと作られてるっていうのがね、これね、本当にぐるーっとね、真後ろの方には行けませんけどね、見せていただくことができまして、他にもね、いろんな像がね、鑑真和尚ですね。ね、ね、座ってるぞ。皆さんも多分歴史の教科書を見たことがあると思います。まあ、これを言ったのは江戸時代に作られた模型の方らしいんですけど、まあ、それとももう300年か400年とか経ったわけですから、すごいですよね。300年、400年って言ったらね、下手すりゃ、中国だったら3つか4つくらい国で、ね、できては経営してますからね。まあ、清の前にだって、そうですよね、中国、中華、民国、清、その前が明とか、ね、のところが4つぐらい行ってるか、すごいですね。まあ、これで東大寺の境内、ね、こちら側の方行きましたし、今こっちの千住堂の方行きましたからね、まあ、これで、一通りになるかな。正蔵院というのはこの奥にあるんですね、さらに。もう一回、じゃあちょっとこっちからすると思って。最後にまたちょっと何代目の方から奈良公園の方とかも見てきましょうか。せっかくこっちまで来てます。まだね、9時にはなってないのかな。9時にはなったかな、さすがに。9時どころかもう10時回ってましたね。まあまあいい時間でしたね。またちょっと天理の方も行かないといけませんからね。さあ、ちょっと待ってみて、お昼に、もう一回天理のね、大大和神社、大大和神社でね、通称、大大和さんというね、呼び方を、しておるとか、いないとか、ということです。あれかな？そばところ。そばところ。どこが入り口で、どこがそばところなんでしょう。ここ？ここからなの？菊原さん。あ、11時から16時頃やってるんですね。すごい。ここがちょっと高くなってるからね、余計ですけどね、頭の高さに屋根がありますからね。だいぶね、日差しも出てきましたけどね、ちょっと気をつけないといけないのがね、足元なんですよ。鹿がいっぱいいるじゃないですか。当然のごとくね、鹿の糞が追ってるわけなんですよ。で、普段ならね、これをカロッとしてるんでね、そんな気にしなくていいんですけどね、何せね、今回ね、雨が降った兼ね合いで水気を含んでおります。まあ、踏むとまあまあ、後々大変なことになりそうなんでね、ちょっとそれだけ気をつけながらということですね。さあ、だいぶ町の方に近づいてきたところですけど、大通り前来ましたけどね、なんかすごいですね、食べ物屋さんなんだと、ふとメニューを見たら、ランチが5000円。ご住職は月日ホストいろんなメニューがございます。これはなかなかすごい
なかなか高級なね、お料理が出てくるみたいですね。ちょっと値段見てみ、最初ね、ワンコインでいいとね、思わず思ってしまったわけですけど、いやびっくりしました。あら、わかりました。ちに、ここの駐車場がいくらなんかですよね。じゃあ私歩いた先の方に来ましたけど。ただ近鉄の駅からはちょっと離れてるんですよね、ここ。あっちまで歩こうと思うとまあまあ大変なはずですよ。奈良公園はね、ちょうど近鉄と東大寺の間ぐらいですよね、奈良公園が。ですから多分奈良公園までぐらいは出たらあれでしょう。まあそこでいろいろあるでしょうし。で、見て戻ったらお昼ぐらいにまた天理に戻れるんじゃないでしょうか。どうでしょう。あちらに JR の駅はもっと遠いですからね、さらに、ずっと離れたところになりますんで、そう、そのあたりもね、そうね、ここでしょ、東大寺からずっと来たでしょ、何台ものとこから、ここからここまで歩くやろ、同じぐらいの距離歩けば行けるんか、まあまあ、全然歩いて大丈夫そうですね。大丈夫そうだ。うん。よし、じゃあちょっと頑張って歩いてみましょうか。よし。この前は何なんでしょうね。バスターミナルってなってますね。ターミナルなんだ。綺麗になりましたね。で、ここは料金いくらぐらいなんでしょうね。書いてない。1日1回1000円か。1000円か。ああ。だと変な話、バス乗ったってまだ向こうの方がお得ですね。バスが500円以上住んでたら多分200円ぐらいで行けるでしょ、ここからこんだけの距離ですから。いろいろ入ってるじゃないですか、レクチャーホール、授乳室なんか見てきてるですね。で、カフェのマークが入ってます。7時半から20時。もう開いてるのか。で、あ、予約バス専用ターミナルだったら、まだ観光バスの、ここが乗り降り場、バスターミナルって言ってもあれが観光バス用なのかな、路線バスって感じじゃないですよね。っていうか路線バスのターミナルの人は駅から離れすぎてますからね、まあ、あの名古屋駅みたいな例もありますけど、ね、名古屋駅2つあるバスターミナルの間移動しようと思ったら相当大変ですからね。あ、臨時休業になってんだ。まだこの辺りは臨時休業の店があるんですね。はあ、そっか、お医者さんもどうなんでしょうね。私が行った時はね、まだ県外移動ができなかった時なんてだいぶひどかったですけど、少しは戻ってきてるんでしょうか。あ、スタバのマークがある。スタバをやってるみたいですね。お客さんも入ってますね。ああ、こっちも何ですか、本くずソフト、本くずソフト気になるじゃないですか。大和茶、大和茶じゃないですか、大和じゃないですか、やっぱ大和ですから、ね、ちょっと気になりますね。気になっちゃいましたね。気になったらやっぱね、ちょっと食べないとね。よいしょ。